ヘンリー・ワルター・ベイツヘンリー・ウォルター・ベイツは、イギリスの博物学者、昆虫学者で探検家、アルフレッド・ラッセル・ウォレスと共に、アマゾンで様々な動植物を収集し、進化論の発展に寄与した、ベイツ型議体に名を残している。姓は、ベイツとも表記する。イギリス、デスターに貿易業を営む過程に生まれる。ウォレス、ハクスリーら同時代の博物学者の多くと同じく、彼は、 高等教育を受けなかった。12歳で小学校を出た後、家業の工場を手伝いながら、主に読書で独学した。13歳で、靴下屋に土手に出されると、余暇には、チャーンウッドの森で、昆虫採集に熱中した。昆虫の童貞に才能を示し、18歳の時には、ズオロジスト氏の総刊号に小論文を寄稿した。ウォレスと知り合ったのは1844年である。 ウォレスは学校の教員としてデスターに赴任してきた。ウォレスは地質学と植物学に畑けていたが、ベイツと出会って昆虫の驚異的な世界に見せられたと述べている。二人は意気統合し、当時話題になっていたダーウィンのビーグル号公会記やライエル、フンボルトの著書について語り、また同植物など博物学的な意見を交換し合った。1845年に、 ウォレスは測量士として、ベイツもまた仕事を手にして、デスターを離れ、それからは手紙での交流が続いた。1848年にウォレスの誘いでアマゾンに標本採集のための旅に出ることになった。ベイツは宝石業には馴染めず、博物学の興味を捨てることはできなかった。海外で標本採集をすれば財産を築けるかもしれないと知った二人は、 大英博物館で哺乳類や鳥類の採集の約束を取り付け、またフッカーからは植物標本の採集を依頼された。その他の標本は、ズオロジスト市で知り合った仲介人に売却を依頼して、4月にリバプールを出発し、5月にパラに到着した。彼らは最初の年に町の近くに今日構えて鳥と昆虫などを採集した。 モル補助をはじめ300種類を超える新種の生物を採集した。数ヶ月間その生活を続けてから別れて採集することになる。二人とも理由を書き残していないためその理由は明らかではないが、二年後には友好的に再会したこと、また生涯友人であり続けたことからトラブルや意見の相違が原因ではなかったようである。ベイツはトカンティス川沿いのカメタに向かった。 1850年にパラへ戻り、ウォレスと再会した。それからアマゾン川を遡り、マナウスを経由して、最終的に映画に到達した。そこで4年余り採集を続けたが、1855年に再びパラに戻り、この時温熱病に倒れた。ベイツは回復したが、兄を追って渡航してきていた。ウォレスの弟、ハーバート・ウォレスも温熱病にかかっており、 その最後を見取ることになった。体調が戻ると再び、アマゾン側を遡り、さらに4年間採集を続けた。この間、インディオたちの風俗や儀式に関心死後の著書で詳しく、論じている、人種的偏見が薄かった、ベイツの視点は、当時の風習を知る上で重要な資料となっている。また同時にアマゾン側流域の地理調査も行ったと見られる。1859年に、 イギリスに帰国する。この時、ウォレスと同じ失敗をしないように3隻の船に分けて標本を持ち帰った。彼が収集した標本は、以前にロンドンへ送ったものも含めると、主に昆虫からなる8000種を超える新種を含む1万4000種以上の生物であり、あまりに膨大なためダーウィンやハクスリーが支持を表明するまで審議を疑うものが少なくなかった。ベイツは、フッカーや、 フリッツ・ミューラー、ハクスリーラと共に、ウォレスとダーウィンの自然選択による進化論を支えた著名な博物学者の一人であった。1855年に、マレー諸島で標本採集を行っていたウォレスが進化についての考察を博物学会に報告すると、ベイツはそれに賛意を示した。また1858年にはウォレスがダーウィンと進化について意見を交わしたことをベイツに知らせたときも、 同様の返事を送っている。1859年にダーウィンが主の起源を表すと、翌1860年にベイツはそれを指示する手紙をダーウィンに送ったようで、ベイツの指示に感謝するダーウィンの返信が残っている。1861年に昆虫学会に議体についての報告を行った。議体のもたらす利益は明らかであるが、それ以上に意味深遠なのは議体の由来についてであり、 それは種の起源と同じ意味を持つだろうと述べ、アマゾンでの観察に基づいて自然選択を全面的に指示した。また同じ種でありながらそれぞれ異なる種に擬態を行う。蝶が地域ごとに断続的に見られることを中間的な模様を持つ個体は捕食され、目につかないのであり自然選択を同時に見ているのだろうと述べた。1862年に唯一の著書。 アマゾン川の博物学者を出版した。これはダーウィンが出版を進め、出版社の仲介と遂行を受け負っている。またこの頃、ウォレスと共にダーウィンをダウンに尋ね、ライエルらの地球を得た。ベイツはダーウィンが主張した行進よの赤道の冷却説には反対していた。ダーウィンはベイツの反論に反駁できないことをフッカーに対しては認めている。 ベイツはその後もダーウィンに資料を提供し続け、ダーウィンは人間の由来と性選択でベイツへ賛辞を送った。ベイツは学会に捨てがなかったため、博物学の研究を続けることができなかった。標本の売却益は10年間の最終活動の経費を除くと800ポンドしか残っておらず、家業では田舎での生活を維持するのがやっとだった。1864年に、 ロンドンへ移住し、王立地理学会の事務局に職を得たが、内職や書籍の編集を手伝う生活を続けた。この頃から、髪切り虫、おさ虫、半妙に関する研究をはじめ、これらの分類と同定に関する世界的権威となった。王立地理学会では、英政府の植民事業を助けたり、リビングストン救援隊の派遣にも携わっている。この頃は、一流の昆虫学者として、 学会の常連となっていたが、名士としての振る舞いは、生活を圧迫し続けた。1871年には、ロンドンディンレ協会の会員に、1881年には、王立協会の会員に選出された。1868年、69年、78年に、ロンドン昆虫学会の会長も務めた。また、ブラジル皇帝から、バラ君尺氏を受けている。 死去の直前まで地理学会で働き、他の自然学者たちが熱帯でフィールドワークを行うのに必要な助言や準備などを手伝ったが、本人自身がもう一度熱帯を訪れたいという夢は叶わないまま、1892年にロンドンでインフルエンザと気管支援のため没した。その標本類の多くはロンドン自然史博物館に収められている。 多数の昆虫を記載したベイツへの懸命が行われた例がある。ただし、標準和名ではベイツではなくベイツと表記する。また、後年の鳥類学者にジョージ・ラティマー・ベイツもいるので注意を要する。ありがとうございます。